皆さんこんにちは、大学受験の起業会の加藤です。知は力なり、またこれやっときましょうね。さて、公立高校は、無事に合格するとその当日中に各高校さんからものすごい量の宿題が出されます。皆さん知ってましたか？ね、ドヤ顔で言っておりますけど、本当にとんでもない量の宿題が出てきます。特に数学やばいです。春休み中に数学1ないしは数学 A の教科書の最初の50ページ分ぐらいは読んでやっと言えなさいっていうふうに言われます。4ステップの問題をもう全部解いといてっていうふうに言われます。で、入学式の翌日に課題テストっていうのをやらされて、できたかなってことをチェックされます。高校に入ると数学ってこのペースで進みます、ね、いきなり入学した瞬間に50ページ分やったことにされます。自分でできますか？びっくりしますよね。で、ところで、じゃあどんなことを春休み中に自分でやっといてっていう風に言われるのか、簡単にお話ししておきましょう。およそ概念的には大きく3つですね。1つが、多項式をまとめる、数学の作法の話です。2つ目、展開、できるやろっていう風に言われます。で、それから因数分解、できるやろって言われますが、因数分解はものすごい難易度まで詰めろっていうふうに言われますが、そこで大学受験の起業会の新高1向けの春季講習、数学で何をやってるかっていうことを今日はちょっとお見せいたしましょう。4ステップに載っている A 問題、優しい問題ぐらいで多項式をまとめろって言います。ここで問題になるのが、ちょっと解いてくださいって言って4ステップの問題をノートにペペって解くんですよね。皆さん、その解き方が作法がなってないので汚すぎるっていう風に、私まず春休みにお預かりする生徒さんに指摘をします。汚いってどういうことっていうことを具体的に言うと、イコールで横へ横へつなげちゃダメです。やってませんか？2つ目、縦に縦に回答を作りましょう。まず問題を解き始める前にノートやプリントに回答欄が大きくある場合にこの作業をしてください。はい、わかりますか？実は私のテキストにこのように書いてありますが、計算始める前にまず回答欄を真ん中でこうやってピーッというふうに、2段に段組みしてください。この2段に段組みしたノートをこの順番でこんなふうに回答を進めてください。この2段に段組みしたものをこのように進めてください。縦に縦に進めるんですよね。はい、ちょっと回答つけてみたんですけど、こんなふうに回答できてますか？そうです、縦に縦に計算をしていくというのはこういうことですね。1行2イコールは1個しか書かないっていうことをやってくれるといいです。それからここ見てください。ここで計算終わりっていう風に線をピュッと仕切って終わり記号を打ってください。この癖つけてますか皆さん？これつけてないと採点する数学の先生、この子の回答どこに書いとんねんっていう風に、採点困りますから絶対につけてください。厳しい先生だとこの記号をつけてないだけでお前は回答を示していないっていう風にして罰打つ人います。さて、カッコ1番の問題が解けた人、カッコ2番はどこから始めるか。ここから始めましょう。ここからこう進みましょうね。カッコ2番進めてみたんですけど、私こうやって途中で計算今間違えてしまいました。計算間違えた時に皆さん消しゴムで消す、やめてください。計算間違えた時に必ずこうしてほしいんですね。せーの、ドン。うまくいってますかね？間違えたところは二重線でペッペッという風に訂正して必ず残しておきましょう。自分が何をミスしたのかっていうのがすぐ見返せます。で、その下の行からもう一回こうやって計算始めちゃえばいいです。それで回答欄いっぱいになってしまいましたね。答えまだ行き着いてません。こっから改行します。で、回答こんな風につけましょう。せーの、ドン。お恥ずかしいですが、またここ計算ミスをしました。ですがミスったところはこうやって二重線を引いて残しておく。消しゴムは使わない。回答まで行き着いたらここでピッ、二重線っていう風に記号を打つ。この癖を春休み中に全部の数学の問題でつけるっていうことをやりましょうね。では回答の3番を仕上げてしまいます。せーの、ドン。あ、できましたね。そうです、こんな風に縦に縦に問題を1番2番3番なんていう風にまたいでもいいです。こうやって回答を作るっていうことを自分のノートでやってみてくださいね。これは高校3年間の癖にしましょう。はい、では次回の動画では私の実際の春休みに使っております高校デビューサポート講座、数学因数分解の極意、これのお話ししていきましょうね。
高校1年生になる皆さん、私の話聞くだけですごくためになりますよ。うちの春季講習来れないよっていう人、聞いておいてください。きっと役に立ちますからね。はい、それではまた次回の動画お楽しみになさってください。